ご視聴ありがとうございます。タケパチチャンネルのたけしです。今回は P シティハンター俺の心を震わせた日を完全攻略していきましょう。2023年1月にアムテックスから導入される319のオールデダマ10ラウンド1500発の1種2種混合機タイプです。ボーダーが 16.7 と低めで、通常回転速度はやや速めです。電サポ中はヘリを抑えるタイプで、アタッカーのオーバー率はやや高めです。通常時は当たりそうになったらへそためストップで対応。大当たり中の離席タイミングは時短3回転の場合2回転までで、時短100回転の場合いつでも保留がない状態であれば離席が可能となっております。また U タイム、CZ、C 時短、設定、潜伏確変はありません。本機はカスタムを搭載しており、全部で5種類あります。おすすめは先読みを期待度大アップ、オアギアバイブ出現率アップ、キタフラをオンに設定しましょう。当たりを最速察知して無駄弾を一発でも多く減らしましょう。アタッカーは10カウントで、4カウント入ったら打ち出しストップ、9カウント入ったのを確認後、弱強の2発を打ち出します。ラウンド間のインターバルが短めなので、ラストのひねりの後は打ちっぱなしでも良さそうです。また連チャージの1ラウンド目は V 入賞のパカパカになります。図柄が揃ったら打ちっぱなし開始、5カウント目が入ったら弱から強にひねるで対応しましょう。3000発ボーナスの場合は画面右下に表示されます。電柱は1回放1パターンの約3秒間のミドル開放です。電柱が開いたら1秒後に5、6発打ち出して対応しましょう。一番下がスルーポケットになっているため、少し多めに打ち出して対応しましょう。スルーが枯れる場合は打ちっぱなしと併用して消火速度を下げずに対応しましょう。また電サポは3回転プラス残保留1個と100回転プラス残保留1個の2種類があります。残保留は1個までしか貯められないタイプで、ファイナルジャッジ時は必ず保留を貯めましょう。画面右下の数字が1になったら打ち出しストップで大丈夫です。換金率、貸し玉、等価でのフル稼働ライン例が介入 100% で 18.0、 介入 0% で 20.0 で打ち切れます。期待値を2万円前後で見積もり、通常回転を2000回転、単価10円前後を目指して頑張りましょう。増減率はほぼ上下はしませんが、10ラウンド出玉によってかなりボーダーが上下する形となっております。現実的な数字では25% から 50% 前後を目指して頑張りましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価、コメントお待ちしております。それでは。